どの学校にもいる教頭先生。今日はそんな教頭先生が建てたスレを3本ご紹介します。まずは2012年6月に建てられたスレです。高校の教頭だけど質問ある？何かあれば。毎日校長をもらってるんですか？いいえ、尊敬しています。教頭って言ったらハゲのイメージだけど、ハゲ？いいえ、私は生えています。公立？いいえ、私立です。外国語学部卒業の教師と教育学部系を卒業した教師、どちらが英語を深く教えることができると思う？私は国語なので英語のことはわかりませんが、個人的には、教育学部よりも語学系の学部の方がいいと思います。私は教育学部ですが。なるほど。教育学部の先生は教え方を習うと聞いたけど、実際はどれくらい役に立つ？自分はあんまり役に立ってない。結局現場に立ってから知ることが多すぎる。学生であれば塾講師なんかしておけば即戦力にはなると思う。しかし、教育関係以外のバイトをするべき。教職に就くのであれば、ね。いつの時に教頭になったか伺ってもよろしいか。41歳です。異例です。年収いくら？800くらいかな。管理職手当があるけどビビたるもの3万程度。教頭ってなんか試験受けてなるんだっけ？公立はね。私立はない。丁寧な口調ですがきちんと質問に答えてくれるスレ主、質問が続きます。うちの学校の教頭が金でピカチュウって呼ばれてたけどどう思う？ちなみにハゲてた。かわいいじゃないすか。体育教師はバカが多いと思うのだが、俺だけか？体育教師は独特の世界です。頭脳明晰でなくともいいですからね。部活動の指導だけしていればいいって考えの先生が多いけど、それは違うって言ってます。まずは授業、その次に部活動だという持論です。教頭っておっかないイメージだけど俺が会った人はみんないい人だった。一も慕われてたりすんの？教頭会とかあるけどみんな気さくなおっさんだよ。教師って結局人柄なんだよね。学生時に人付き合い上手い人は教師になっても生徒が寄ってくる。私はどう見られているのかわかりませんが。校長目指すの？そもそも教頭になるつもりもなかったんです。俺は担任がしたいんだよ。あれな、年功序列ってやつな。年功序列じゃなくて、年上教師はたくさんいる。うんこ教師もたくさんいる。生徒が嫌なことを強いるくせに、自分が嫌なことはしない。そんな組織の動きができない奴はやめてしまえ。愚痴が出てしもうた。こちらのスレ主もなかなかストレスが溜まっているようですね。学校にはつきもののこんな質問も。モンペに実際に遭遇したことはある？当然ありますよ。ただ、最近の学校に意見を言う保護者イコールモンペという、風潮はおかしいと思ってる。即レッテル貼りしてると誰も意見言わなくなるし、そうなれば教師が助長しかねない。だから適度な指摘は必要だと思ってる。なぜリップに来たのか採用で。生徒が以前教えてくれた。先生みたいなユーモアあればこの痛いけるって言われました。採用じゃなくてごめん。教頭ってどうやったらなれるの？なれって言われた。今教育実習行ってるけど一言ください。とにかく一生懸命に取り組むこと。笑顔を絶やさず、メリハリつけて。高校でも英語の授業の話なんだけど、受験に必要なことだけ教える予備校的な授業と関係ないけど、教養にはなることをちょこちょこ入れてくる授業はどっちがいいと思う？クラスによるでしょ。進学クラスなら、とにかくスピードつけてする。教師になって後悔していないか、教師をやってて嬉しかったこと、嫌だったこと、お伺ってもよろしいか。教師になって後悔はしてない。ただ、若かった頃かっこ今も若いと信じたい、は。社会も知らない自分が社会に出ていく生徒たちに、話をするが申し訳ないな。なんて思ってました。だから、他の職業も考えたりしたんですが、初めて、卒業生を送った経験をしたら教師でよかった、って思いました。報われることが少ないですがまあ、日々頑張っています。辛かったことは、就職したらばあちゃんが俺のことを先生って呼ぶようになったことです。ユーモアのある教頭先生というスレ主のキャラのギャップに盛り上がるスレない。少し真面目なこんな質問も寄せられました。大人の世界でもいじめってあるし、学校のいじめってなくならないと思うの。どう対処してるの？究極に詰めていけば、結局は一人一人の良心なんだよね。相手の立場に立って物事を考えるってのが乏しい。最近の生徒は特にそれが弱い。あと、携帯電話を介したトラブル多すぎ。教師志望の文系大学生なんだが教育課程の先生からは本当にメンタルが強い人間じゃないと持たないみたいなことをよく言われる。実際やはりきつい現場なの？真面目な人はポキって折れやすいから考え物。プライベートで趣味持ってたり息抜きができる人、ある意味適当さを持ってる人が向いていると思う。あ、息抜きはいいけど手抜きはダメです。あとは、字が上手な人ね。字が汚い教師は正直もっと頑張れよって思う。教頭先生ってほんと字うまいよな。学校で働いてたことあるけど、どの教頭先生も教員の中ではずば抜けて字がうまかった。学校全体のこと把握して、学級全部教職員全員のことに気を配っててすげえと思ってた。大変だと思うけど体大事にして頑張れ。ありがちょん。お主もファイトです。具体的にどんな仕事してるの？生徒から見たら校長とか教頭って普段お茶してるだけに見えてるんだよね。行政からの文書見てそれを担当に分担する。職員の指導。
校舎の管理は教頭がする。基本校長先生は社長だから最終決定。教頭は各学級の取り組みを逐一報告される。まあ73さんが言えて妙でござる。それだけじゃ1日で時間余るよね。校長とか絶対校長室で寝てるだろ。うまく伝わらないが私学の校長は忙しいと思うよ。公立校よりもが全、生き残りをかけて日々知恵を絞ってらっしゃいます。指定校推薦について教えて。指定校推薦は例えば、大学の方から、あなたの高校から、任、推薦受けたら優先的に取りますよ。っていう文書が進路指導部に来るかっこまあ校長宛てだけど、だから少子化の流れで専門学校とか次第、短大なんて全国津々浦々に指定校推薦の、約束文書送ってるみたい。最近の高校生はどうですか？追いハゲとか言ってくるの？無視力男が多すぎる。女子は運動部に入らなくなった。先生、最後、学校が好きになれて高校卒業できてよかったです。あなたのことはきっと知らないし、これからも知り合うことはないでしょう。ここで匿名同士の付き合いですが、なんだか嬉しいです。私も、あなたのような思いを持って卒業できるような生徒を育てたいです。朝から気持ちのいい気持ちになれました。ありがとう。校庭卒業のエピソードは？教えぬ。恥ずかしいじゃん。教職に就く気がないのに教育実習に参加して申し訳ありません。まあ実習中にそれを教師に言わないようにすればよろし。いつも何時に帰ってるの？女子、または男子高校生に。多少なりとも恋心を抱いたことはありますか？我が輩は教師である。生徒への恋心は抱いたことはまだない。朝は7時前、帰りは21時くらいかな。ドキュンネームの生徒がいじめられていた時になんてかばってあげるんですか？お前は悪くない。悪いのは社会だ。ビップ歴どれくらい？初めてビップ来た時の感想は？まだ初めて12日です。やっとスレッドを立てられるようになりました。新参の時はスレッドが立てられなくて戸惑いました。天国板に行ったらゆとり扱いされました。人間不信になりました。学校サボる生徒ムカつきますか？うん、ムカつく。でも、指導していかなきゃね。親が一番辛いだろうから。無関心な親がいればそれこそムカつきマックス。質問に面白く切り返してくれるスレ主。学生時代から温めていたであろうこんな質問も。クラス担任とか配属の学年って教頭が決めるの？あいつとあいつは仲悪いから話そうとかそういうのある？うちは校長先生が決めてます。公務文書は私が決めさせていただいています。教師の出世って誰が決めんの？校長？教育委員会？公立なら各学校の校長が査定する。その学校での勤続年数が長い教師は好かれている証拠。生徒に教えられるって愛されてんな。愛される教師とはいいものだ。自分ではどうかわからないでござんす。女子生徒のパンチラはどのくらい見れますか？見ない。見えそうなら背ける。悲しいかな、職業病。教頭先生は教頭校じゃないんだね。今日はお休みいただいています。すみません、私のような若者にはレベルが高すぎて理解できないダジャレでございました。お前見てると俺みたいなんが教師目指していいかわからなくなるわ。じゃあやめればいいと思います。好きな学園ドラマとかある？今日から俺は、って漫画、スラムダンク。公立なら頻繁に管理職も移動するのに。好かれてる教師を学校に残してどうなるの？管理職なら移動は頻繁にあるけど、一回の教員は固定多いですよ。教頭先生って今までの経験上苦労人って人が多かったな。でも校長の一歩手前という感じだと見受けられるが、校長先生になるつもりはある？俺は担任がしたいんだ。生徒と一緒に体育祭のリレーの練習がしたいんだ。もっと部活の指導したいんだ。希望すれば平に戻れるんだよね。そうもいかないんだよね、大人の事情で。質問も尽きたようなので、これで終わりにしましょう。ごめん、俺の暇つぶしに付き合ってもらって。以上です。続いてのスレは2010年1月に建てられたスレです。教頭だけど何か質問ある？ 1 時間くらい。余命1時間、どんまい。開始早々時間制限付きで始まったこちらのスレ、早々に質問が寄せられていきます。なんであいつだけ自分の部屋持ってんだよ。俺職員室だぜ。とか思ってる？思わねえよ。気にしたことない。クレスタを廃車にされた時どう思った？オデッセイなんだけど。クレスタを壊された教頭先生は GTO の内山田先生ですね。教頭先生は漫画に登場する人物のイメージが強いようです。また、教頭先生にこんなイメージを持つスレミンも。教頭のイメージってハゲは共通だよな。実際ハゲ多い。ストレスでハゲる人多いよ。俺は白髪ですんだけど。てか実際給料っていくらなのよ。約700万。教頭って仕事何してるの？金魚の糞？主に雑用。学校の管理とか外部のやつを接待。問題発言。お客様を、やつ発言。ちょっとはロタ。何歳？50前半。校長って普段何してるの？朝礼で生徒を苦しませる算段。責任者という立場であって特に何もしない。小中高どこの教頭なの？小学校。子供好き？自分の生徒に愛ある？好きだよ。童貞？子持ちです。俺の通ってた高校の教頭が、ムキムキで野球めちゃくちゃ強かったんだけど、位置はどう？昔野球やってたけど今メタボ。そういえば昔教頭が俺らのしていた、ドッジボールに参戦してきて、
俺教頭の顔面にボールかっこまあまあ固め当ててメガネ粉砕したけど、そういう場合って、なんか手当てとか出ないの？出ない。うちの親父も小学校の教頭だが、校長に対する不満だらけのようだ。一もそう？ない。校長になりたい？もちろんなりたいよ。教頭は大変だしね。自分の子供を自分の学校に通わせたい？思わないね。でも先生によってはそういう人もいるよ。校内にモンペアいる？たくさんいるよ。その対応だけで一日終わる時もあるし。ゆとりと50代が一緒にいる今の VIP について一言。VIP の年齢層高くなってないか、そうでもないか。100円借りっぱなしでごめんなさい、教頭先生。悪いと思ってるのなら今すぐ返しなさい。俺も教師になって一みたいに生徒に手を出したい。社会的に抹殺されたいのならどうぞ。先生一歩差発揮。そんなつもりはなかったのだが。なんで職員室のストーブやエアコンをつけないのはなぜなんだぜ。自分のところはエアコンついてるよ。教頭で教員の奴隷って感じだよね。そう、板挟み状態。学校の裏サイトかっこ笑いとかあった？どうだろうね。自分も小学校の職員室で働いてるよ。食卓で発給だけど。うちの学校臨時教員だらけ。採用枠狭すぎだし。教員じゃなく雑用係だけど、お客に印刷はと細かい仕事手伝ってる。職員何人くらい？いない、みんな自分でするよ。公立なら採用枠は自治体で決まる。臨時教員×矢印普通は、臨時採用、臨採。はい、偽物決定。意味は同じだよ。普通、臨任って言わね。ここですれ開始から概ね1時間が経ったからか、もしくは偽物と疑われたからか、ここですれ主は姿を消してしまいました。